俺の顔は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、とある武器の方がようやく弱体化決まったというわけで、まとめていきます。それでやっていく。はい、とかやっていくわけなんですけれど、それが、こちらの方ですね、長男さんがツイートされたんですが、次回アップデートで、爆発意味の弱体化が行われますよ、という風な感じで決定しました。武器の強度と使いやすさについて不満を持っていると認識し、情報修正をかつては行ったらしいですね。不満っていうのはその下方修正しろっていう不満だったんですけれど、もう強化しちゃってましたからね。情報修正はありえないからね、今回やってた。最初さ、弱体化とか言ったしさ、全然弱体化じゃなかったんですが、一応ね、その爆発ダメージと車両へのダメージっていう、この二つを弱くすると、はい、下げるという風に決定したようです。爆発ダメージあるのさ、正直強すぎるし、そもそも爆発してダメージが入ること自体が強すぎるんだよな。あと車結構ね、ダメージよく効率よく返ってくれるんで、そこに対しても、かなり強いし、その二つに対して弱体化の方は、決定したと。芋に対しての回答としては爆発意味って悪くなかったんですよね。むしろなんか良かったと思うんですが、ちょっと使い方を変えたりとか、ちょっと工夫して使うと、ただの壊れになっちゃうんですよね。爆発意味。他の武器にはできない、なんか楽しい武器ではあったけれど、他の武器ではできない強すぎる側面っていうのが目立ってしまって、かなりそのヘイトを貯めてしまっていた武器だったんですが、次回アップデート以降に、下方修正されることが決まったという風になっています。一応6月21の方に新しく、どういう風に弱体化するか決めますよっていうことを言われてまして、いつものタイミングで言うと、先週アップデートしてましたから、また来週アップデート、来週の6月27日、3週間後アップデートになるんだったら、7月の4日ですね。この2つのどちらかにその爆発意味の弱体化の方が、PC で実装されて、スマートフォンには、29か6日、普通通りやったらそんな感じで実装されるんかなっていうふうに思いますので、皆さんね、楽しみにしておくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、戦闘行った後、銀貨は一応報酬としてもらっているんだけどね、そうなんですよね。一応、戦闘後の報酬、銀貨、たまにダイヤ、はあるんですけれど。あんまなんか報酬として投げれてないよね。銀貨とかあったっけみたいな感じになってるでしょ。使い道なすすぎて。基本銀貨使い道ないからね。ここがさ、その銀貨に使い道ができるだけで全然変わってくるんですよね。戦闘行く意味が出てくるし。銀貨のその入手の難易度に関しては結構量調整なんだよな。きちんとその毎週ですね、戦闘に行かなければ、毎週のその上限まで、銀貨の取得上限まで達成することはないんで。ですので、銀貨から生まれる報酬っていうのがでかければ結構ですね、いい存在に、いい報酬になり得るんですよ。例えばその銀貨会社の方から、ワンチャンその勲章生まれますよとか、チケット生まれますよとか、銀貨の方からバインド金券ちょこっと作れますよとか、そういうのがあれば、報酬としてなり得るだけなんですけど、現状はね、そこら辺ないから、どうしてもその、形骸化してる。銀貨があったっけみたいな。自分が持ってる銀貨の額とかあんま覚えてないでしょ、皆さん。銀貨で入手できる特典が何かしらあるだけで、だいぶこのゲームは変わりそうなんですけどね。能動的にさ、課金して銀貨を増やそうとしてもなかなか難しいからね。ダイヤと違ってその、金券から変換できる存在ではありませんので、銀貨って。作るとしたら体験カードから作るって感じですけど、体験カードから作るとしても、なかなか効率はあんまよろしくないですから、そう考えても、課金で増やせない。増やしづらい銀貨ってのは、割となんか活用手段ってのがワンチャン生まれる可能性がある通貨なんですよ。で、次ですね、栄光物資の更新来ないかなと。昔3ヶ月おきに更新していきたいね、みたいなことを向こうで言ったんで。ワンチャンやってもおかしくないんじゃないですか？そろそろ。はい。6、7、8ぐらいで、その予定通りにするんだったらね。でもさ、ならその夏休み入る前までに、栄光更新せんかったら、あんまなんか、微妙だよね。夏休み入ったら絶対そのコラボ連発するわけで、コラボ連発し始めたら栄光なんか間違いなく持ってこないからね。コラボのガチャを先に売っていきたいから、そうなってくると微妙ですよね。で、次ですね、流立速攻のボトムス履いて、妹のジャンプして足広げるやつやったら、パンツ破れて具が見えますよと、そんなバグあるね、今。持ってね、流立速攻。さすがに持ってねえわ。で、次ですね。なんやかんや小屋は消してなかったけれど、そろそろさすがにやる意味がわかんなくなってきたと。小屋行動ってさ、プレイしてて思うけどさ、いいゲームではあるんだよな。いいゲームではあるんですけれど、邪魔な要素が多すぎるんですよね。それがさ、あるがばっかりに、その純粋に楽しむっていうところに行き着けないんだよな。例えばその端末がとか、時間差がとか、もろもろなんか、いくらでもありますよ。その邪魔する要素っていうのが。邪魔する要素がなければ結構いいゲームなんですけど、いらない要素が多すぎて、純粋にその楽しめなくなっているっていう、運命の打算がとか、そういうのはマジで多い。そこ解消全部できたらさ、結構いいゲームなんだよ。そこ解消できて、なんやかんやその継続プレイする理由みたいな、報酬的な意味でも、それ以外の意味でも、そういうのがあったらさ、
やっぱりその、楽しいゲームだけん、やる意味ってのはあるわけなんですけど、まあ、やる意味っていうのを考え出した時点でさ、まあユーザーに迷わせているわけで、邪魔な要素がね、どうしても小屋行動ってのは多すぎるよね。まあこれがなかったらなとか、うん、そういうのはいっぱい思うよ。本当に、惜しいゲームだと思う。俺は別にこのゲームはゴミだとは思わないけれど、惜しいゲームだと思うし、運用でミスってるなったら、マジで思う。よくその、一番最初の方がね、面白かったっていう風に小屋行動は言われること多いですよね。もちろんその、思い出補正ってのもあると思いますが、単純にその、いらない要素がなかったから、面白かった。今あるその、邪魔な要素がなくて、面白さにすぐ行き着くことができたから、面白かったわけなんですけれど、昔の方が面白いという風に思われているわけなんですけれど、今はもうなんかその、邪魔する要素が多すぎて、とてもじゃないけれど、そこに行き着けないって人が、ほとんどなんじゃないですか。で、次ですね。iPad Pro、高校の頃買ったけれど、画面でけえし、手小さいから、ボタンまで手が届かなくて、勝率下がりまくったと。まあ僕も実は、手めっちゃ小さいんですよ。女の子よりも普通に小さい。めっちゃ小さくて。野球のボール投げるでもね、一苦労だったんですよね。ソフトボールとかマジ大変だった。A 級じゃなくて B 級なんですけれど、めっちゃ大変だったもんね。まあ、なんですけれど、僕はその iPad 買って最初、きつかったんですよ。手小さいから。届かんし、同じく。きつかったんですが、スタンドをね、買うことによって、タブレットスタンドを買うことによって、カバーできるようになりましたね。だいぶ楽になるよ。手小さくて iPad のプレイ、苦労してるって人は、スタンドを買うといいと思いますね。最近よくなんかさ、手元動画とかプレイ動画見てさ、自分のお腹の上にさ、乗せて、足で立ててからプレイしてるってところやん。それかまあ、手で支えてからプレイしてる人、よくおるじゃないですか、iPad で。あれ逆にさ、よくできるなと思って。俺絶対無理だもん、それ。手小さすぎて。100% 無理。あれしたらさ、しかも肩凝るしな、体勢的に。絶対あの体勢は肩凝るけんしたくねえしさ。よくできるよね。逆になんか、あれすごいなと思いますわ。で、次ですね、関係ないですが、最近の物価高や、まあ、光熱費、もろもろの値上がりで、中小企業は生活に大きなダメージを受けています。賃金が上がる大手に上がらない中小企業、少子化を進めているようにしか見えない。そういうのを批判すると、そこでしか働けないあなたが悪いという反論が来ますが、本当に苦しい状況で働いている人が本当に悪いのでしょうかと意見を聞きたいですと。まあ日本という国の成り立ちをね、なんか今一度考えた方がいいんじゃないですか。そもそも植民地でもいい国やからね。それがその干渉地帯として使えるから、国としての独立を再びその公ではね認められたという扱いになっているだけで、基本的にその他国のさ養分でしかないんだよな、日本って成り立ちそのものが。だからさ、そもそもなんか例えば国が国民のために動くとか、そういうその前提で考えたらダメっすよね。他国のために尽くすのが日本という国であって、最初から国民のためとか全く考えてないっすよ。だから結構そのずるさを覚える必要あるんじゃないですか。体制が何とかしてくれるとか、こういう場所にいたら大丈夫だみたいなことはこの国では全くなくて、とかどの国でも全くないから、自分でなんかどうするかっていうのを俺は考えた方がいいかなと思います。もちろんそれが考えれない人とか、今苦しい状況で働いて生活している人が悪いっていうふうには全く思わないですね。そういうなんか例えば企業とか、あとはその役人の人とか、ね、体制側に一方的に原因が僕はあるとは思いますが、その原因の理由ってのはもうどうしようもないね。やっぱその他の国の養分でしかないっていうところから来てるんで、まあそれを考えると、やっぱその何かに頼るんじゃなくて、ずるさを覚えるしかないですね。結構その中小企業とかで副業禁止の会社とかあるっしょ。あの守る必要ないっすよ。副業バンバンしまくればいいと思います。例えば今ネット上で副業っていっぱいあるんですよね。いくらでもあります。クラウドソーシング系のサイトみたいな、いくらでもあります。月のさ、収入が数万増えるだけで、生活水準って大きく上がるわけじゃないですか。もうそこら辺はなんかやりまくればいいと思いますよ。ね、企業が言ってる副業禁止とか、ね、副業したらダメ。みたいな感じの風潮を作ってうまくさせないようにしてますけれど、正直その年収がまあ500万とか600万700万ぐらいね、最低ない企業がそんなこと言う、その権利ないんで、はい、お前んとこ全然給料渡してないのによくそんなこと言えるなっていうふうに僕思うんで、家族おったらまあ500万でもちょっと厳しいもんね。バンバンその副業しまくって、体制が言ってることを無視してから、適当にその労働力を企業に提供しながら副業して生活水準を上げたりとか、まあ、貯金を増やしていく、収入を増やしていくってことをすればいいと思いますね。そもそも体制側が個人一人と一人のためにやろうっていう風になってないし、そういう仕組みでそもそも人を雇ってないし、人を雇ってる理由は自分のためやしな。体制の動かしているトップの人が自分のために人を雇ってるわけで、雇われてる側のことなんてそもそもその眼中に入れるようなコンセプトでやってませんから、そこをね、なんでそういう形があるのかっていうのを理解した後、じゃあそこに対して自分はどうすればいいのかっていう、真面目にまともにやっていても意味はないんで、もちろんその労働に対してとか、労働の中で生まれる人間関係に関しては真面目にやればね、真面目にやる必要はあると思いますけれど、すべてに対して真面目である必要はないんで、まあずるさを覚えればいいんじゃないですか。まだその日本人ずるい人ってのは割合的に少ないんで、まあ少ないってことはそこにチャンスがあって、そこにまあ稼ぎ口があるってことですから、チャンスがあるしチャンスを使う、チャンスをまあその生かしていくってことをしていけばいいと思いますけれど、
まあ誰かが何かをしてくれるっていう、その期待はいらないと思います。はい。それを捨てて、自己防衛ですよ。はい。